皆さんこんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。フリーパン職人のゆりなです。この度また新しくおうちパン教室というチャンネルを開設します。以前にもおうちパン作りというチャンネルを作っておりましたが、諸事情により継続できなくなってしまいました。パン作り動画、今までのを見ていてくださった方、突然見れなくなったり大変ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。インスタグラムの方で一時休止の投稿をさせていただいた時に、たくさんの方からメッセージコメントいただき、とっても励みになりました。ありがとうございます。見ながら号泣しました。今回のことで改めて私が今までやってきたことに、いろんな方が応援してくださっていたんだなっていうことに気づけて、とてもいい機会になったかなと思います。今後は以前のようなパン作りのレシピ動画に加えて、食べ方の提案であったりとか、技術の解説だったり、あとは私がフランスでどんなパン生活をしていたかっていう談話であったりも配信していきたいと思いますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。私はこれまで日本の大手製パン会社で約5年間、あとその後会社を辞めて単身フランスに行って、パリのバケットコンクールなどでも入賞したことがあるパン屋さんで2年間働きました。日本のパン屋さんでは、食パン、あとは菓子パン、あとは惣菜パン、たまにハード系、あらゆるパンの、仕込みから焼きまでを学びました。フランスでは主にバケットだったりとかカンパーニュなどのハード系を中心に焼いてましたが、あとお菓子も少しやったので、そちらの方もいつか紹介できたらなと思います。大して技術があるわけではないんですけれども、私がこれまで学んできたことを皆さんと一緒に共有して、パン作り一緒に楽しんでいきたいと思います。ということで、これからは今まで以上に、ご覧になっていただいている方と交流したりとか、コミュニケーションを取りながらやっていきたいと思いますので、これからも一緒にパン作り楽しんでいきましょう。